意外に存在が知られてない。改造されてない1万2000型にたまたま乗れたのでそれをネタにします。もちろんたまたま遭遇したので入線動画はありませんが、最後までご視聴いただければ幸いです。ちなみにうちの妹が都営大江戸線利用してますが、光が丘の方なので、ばったり会うこともありますが会わなくてよかった気がします。ほんとうるさいので、ではいつもの注意、しっかり読んでから本編へご乗車ください。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。これはたまたま向かい側に止まってたやつで、これはそれほど改造されていませんが、大規模改造の場合、床材の交換とスタンションポールの増設、車内案内ディスプレイ化、とフルカラー LED に更新されていることがあります。未更新もだいぶ減りましたが、大江戸線も置き換え、計画あるので、早めの記録をおすすめします。